福岡県のギャラリーのろぺこです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介します。こちらは可愛い猫の生地のバックインバッグです。形が同じなので、まずはこちら710番で詳しくご紹介します。ポケットがたくさんあるんです。こちらフロント部分にファスナーポケット、そしてこの後ろの部分ですが、このような感じで、大きなポケットと仕切りがあるポケット。ファスナーポケットの内側です。バッグは両サイド部分ポケットになっています。後ろにもポケットがありますが、内側にさらに小さなポケットがあります。内側にもたくさんポケットがあります。ゴムが入ったポケットと、サイド部分にはペンポケット。バックインバッグなので、バッグを交換するときに、こちらごと移動していただくと便利なんですが、この持ち手の部分ちょっと絞っていただくと、手に持ちやすくなるので、このままバッグとしてもお使いいただけます。生地をアップでご紹介します。こちらは猫ちゃんの顔がたくさんの生地です。他のバッグもご紹介します。711番は猫とお花の生地。フロント部分も撮影していきます。猫と淡いピンクのお花が描かれている生地です。712番はチョコレート猫ちゃんの生地です。チョコレート、そして猫ちゃんがいる生地です。お店の入荷情報ページは動画内に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。また、のろぺこでは布雑貨、アクセサリーなどの委託作品も常時募集しています。特に猫雑貨は年中品薄です。詳細はのろぺこで検索していただいて、お店のホームページをご覧ください。